セルゲイク・ジュゲトビチ・ショイグは、ロシア連邦の政治家。父は、トゥバ人で、母は、ロシア人。経済学準博士、上級大将であり、ロシア連邦英雄の称号を持つ。ロシアで、最も人気のある政治家の一人である。1994年から2012年まで長らく、ロシア連邦非常事態省を務めた。2012年より、モスクワ州知事に就任したが、 資産売却の汚職事件に関与して解任された、アナトーリー・セルジコフの公認として、ウラジーミル・プーチン政権で、第6代ロシア連邦国防省に就任した。日本を訪問する、ショイグ国防省1955年5月21日に、ロシアソビエト連邦社会主義共和国のトゥバジジ、ソビエト社会主義共和国チャダーナ氏に誕生する。1972年に、 クラスノヤルスク工業大学に入学し、建築学を専攻する。1977年にクラスノヤルスク工業大学を卒業後、シベリアの各都市の企業合同体に勤め、建築技師や職長、管理人などを歴任する。1988年にソビエト連邦共産党アバ監視委員会第2初期、1989年に、 ソビエト連邦共産党クラスノヤルスク地方委員会、監察官、1990年に、ロシア連邦共和国国家建築、建設委員会副議長を歴任する。1991年に、ロシア救助団総裁、ロシア連邦共和国国家非常事態委員会議長に、就任したのを皮切りに、ソビエト連邦の崩壊後は、非常事態、災害復旧のプロフェッショナルとして、 新生ロシアの危機管理に力を振るうこととなる。1994年にロシア連邦非常事態省に就任する。1996年にロシア連邦安全保障会議議員、核兵器委員会委員。1997年に非常事態予防、除去処。1999年の国会院選挙前にロシア連邦大統領、 ボリスエリツィンの指令を受けて結成された政権与党である統一の党首に選出され勝利を収めた。祖国全ロシアと合流した統一ロシア設立後はミンチメル・シャイミーエフやユーリー・ルシコフと共に党最高会議共同議長を務めた。プーチン大統領を経てメドベージェフ大統領就任後も引き続き非常事態省を務めた。二0 1年三月十一日の 東日本大震災では、メドベージェフ大統領の指示で援助隊を組織した。また、原田親父、中ロシア大使と会談し、日露両国が共同で災害対応体制に関する整備が必要との考えを示した。2012年5月11日、長らく勤めていた非常事態省を退任し、モスクワ州知事に転出した。同年11月6日に、 ウラジービル・プーチン政権で第7代ロシア、連邦国防省に就任し、ウクライナソーランやシリア内戦への軍事介入を担当した。2018年9月、中国、モンゴルも初参加して、ソビエト連邦最大の軍事演習、ザーパド81を超える規模となった、ロシア史上最大の軍事演習、ボストーク2018を極東ロシアで行い、これにあたってショイグは、 モンゴルと中国を同盟国と呼んで注目され、視察に訪れた中国の行取りは国務委員権国防部部長との会談で定期的に中国とロシアは同様の演習を実施することで一致した。ぜいぜい、ぜい。ショイグ非常事態省日本に共同での非常事態対応を提案。ロシアの声。2011年9月29日閲覧。 プーチンサクスディフェンスミニスターサージコブ。RIA の応募ボス http://en.liar.ru コロンススラッシュ,ッッュスラッシュロシアスラッシュに0 1 2 1 1 0 6スラッシュ17721338と html2012 年11月6日閲覧。ロシア、同国史上最大の軍事演習を開始中国軍も参加。 アフプブ、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a f p b b c o m スラッシュ articles スラッシュダッシュスラッシュ31892542018年9月11日閲覧。ロシア、9月に、軍事演習局等で過去最大中国も参加。日本経済新聞、https www. 日経 .com アーティクル。 ジャックスムズ3473兆2950億2908万 2018FF80002018 2018年9月11日閲覧ロシア大統領軍事演習視察中国国防省らと日本経済新聞2019年9月21日閲覧ありがとうございます